ございます。今回は安和に来ていただきました。安和は前回来ていただいた猫カフェ兄弟ユニット猫カフェの、フルートとギターのユニットのギターの方です。雅代さんのお兄さんです。安和です、よろしくお願いします。お願いします。今日はちょっと本当びっくりし、自分的には、はい、このとこ来ちゃって大丈夫みたいな、すごいおしゃれな雰囲気のところに呼ばれてしまいました。安和です。すいません、何かちょっと、椅子も何もかもお姫様チックな感じですね。あ、それはあるかもしれないですね。もう本当ね、普段はもう男臭いところにしかいないんで、ちょっとこう大丈夫かなみたいな感じで、ね、逆に落ち着かない感じですかね。そうですね、はいはいはい、もうヒーリングっていうのもね、うん、自分のも本当未知の世界で、どちらかというと本当魔界にいつもデスメタルの魔界に毎日いる。デスメタルって、殴り合いとかあるんですか？ライブではすごいことになってたりするんですけど、でもすごい死の世界とか、あのうーとか言ってるんですけど、ものすごい死の世界が、もう深淵すぎて理解不能な感じで、もう哲学から何かものすごい凝縮された死の世界なんですよ。でもう森のこう絶滅危惧種 の、 あのメッセージなんじゃないかみたいな感じで、すごいなんか惹かれ、何年か前に、完璧にこう、何でしょう、何て言うんですか、取り込んだっちゃった、もう取り憑かれちゃって、でもう聞く音楽はもうひたすらもうデスメタルとかが8割方占めてますね。でも実際はクラシックの音楽とかやったりとか、ジャンルにとらわれない、そうですね、カテゴライズできない、カテゴライザない、ライブ活動をね中心にやってるんですけど、いやまあ曲はね本当にポップな曲とかが多かったりして、攻撃的なねリフとかも やらないことはないんですけど、こういう感じで、みたいなので、まあ、盛り上がりつつ、やっぱりこういうなんだなんていうんですかね、まあ、踊れそうな。フルートの旋律が入ってくる曲なんですけど、今回ヒーリングというのを初めて受けて、なんとなくこうその時のふわっとした気持ちを自分が、弾けてる曲の中で表すとしたらこんな感じになりますね。そうですね、これはまああんまり気になる人は少ないと思うんですけど、まあ高い音が出したい時にっていうね、まあ自分は普段は伴奏主体なんで、こんなに高い音は特にこういうような音楽やってる人はあんまり使わないですけど、まあやっぱりこうメタル仕様っていう感じですね、これも。ああ、なるほど、アコギなんだけれども、メタルの曲が弾けるように、高い音が出せるようにっていうので、これで、そうなんですよね、なんか手作りで作ってらっしゃる。そうなんですすごい、面白い。メタルバンドに負けない、勢いで、モッシュ
もあのメタルバンドとかでこうみんなが暴れるぐらいのモッシュとかそういうのを目指してやってるんですよね、だから曲の合間とかにたまにあのうえーとかっつってあの挟んだりしてあのお客さん煽ったりしてるんですけど、まだ このね生音でやってる人とかはもう全然いないので、やっぱみんなこうはてなまくな感じなんですよ。だからカシカシさんなんか本当にこういうねロックとかそういうの知識あの、知識っていうかその、ね、予備知識がないのに何度もなんか自分らのライブに来てもらって自分がこんな曲の合間にそういうことをやるもんでかなりこうなんかハテナマークを出させちゃってるんじゃないかなって思うんですけどね、初めて聞いた時はハテナマークが出るか出ないかぐらいの時に八つ数の MC で客席にハテナマークが出てますっていうようなコメントがあったんで、だからこの人わざと分かってやってるんだなって言って思って面白かったんですよね。もう相方すらもしアコースティックモッシュはないだろうっていう、それは多分無理だろうぐらいに言われてはいるんですけど、自分としてはそこを本気で目指してはいます。まあねそうネタに なるっていうのはもう分かっなんつうか分かってるんですけど、よくねあの変わった感あんまりにもちょっと変わっ頭おかしいって言われてて、何考え普段何食べてそんな頭おかしいことを思うのみたいに言われて、まあ、自分は本当に普段はあの普通にというかなんていうかな、まあ、お米とかが好きで、まあ、炭水化物が好きなんで、まあ、ライブの後とかはあの居酒屋とか、まあ、行かないこともないんですけど、居酒屋とかよりはあの家でなんかご飯の上に肉まん乗せて食べるとかっていうのがあの自分としてはすごく好きなんですけど、肉まんとピザまんと、あとおにぎり焼きおにぎりとおにぎり3つみたいな、あとはまあね焼きそばとさつまいもをおかずにごおにぎりを食べてるみたいなトリプル炭水化物、まあ、そのお米好きっていうのもあってあのまあそのアコースティックモッシュの目指すまたその先にはタナダモッシュなんていうことも、まあ、ただあもう頭でもう思い描いてるだけなんですけど、タナダでなんかそういうイベントができたらいいですよね。みんなで何で会えずアウリアとかそうですよね。儀式というかそう暴れる、うん、ある程度その今ね本当痛みを知る機会がない感じだから、うん、そういうところでこう子供も喧嘩をしなくなっちゃって、どれほどこうやればあの、ね、自分の拳も痛くて相手もすごく痛がるみたいな、そういうかあの子供時代にその思いっきり経験した方がいいと思うんですよね。でもそれこそやっぱ下が土じゃないと危ないですよね、喧嘩しても。そうですね、コンクリートとか、その喧嘩できるスペースもないですよ、なかなか。そのこういうふわっとした雰囲気にとどまらない、なんかこう、どうやりたいなと、ライブでは、っていう感じで、もう、いろいろこう、ライブの映像とかも YouTube でアップはしてるんですけど、なかなかやっぱり今のところ、意見がこう割れる感じ。それは見ようと思ったら、どういうふうに検索したらいいんですか？あ、そうですね、YouTube 検索内で、デスボッサ、メタルボッサとか。メタルボッサ。あとはまあ、アニモというユニット、猫カフェで、あの入れてくれると出てきますね。じゃあ今日は来ていただいてどうもありがとうございました。またぜひ。はい。ライブにも来てもらいます。ありがとうございます。ありがとうございました。